前田殿も。毎度、岩本でございます。今回の動画は7月13日土曜日、エスコンフィールドデーゲームを行われました日本ハム対ソフトバンクの試合をお届けしたいと思います。連戦の2戦目ですよね。先発ピッチャーはバーヘーゲン、ファイターズに再加入してから初の先発ピッチャーですな。はい、どんなピッチングしてもらえるのか、とってもとっても期待を寄せて、今日試合に挑みました。はい、ラインナップいきます。ファイターズ今日は1番に浅間、時の人昨日ナイスホームラン、2番に万中、3番清宮、4番マルチネス、で5番にレイエス、で6番石井和成、またまた時の人ガッツ出てる、で7番が野村 J、8番上川畑、9番伏見と、嬉しいね、強化指定選手、万波、清宮、野村 J、 この3人が揃ってスターティングラインナップ期待をされますな。はい、その試合なんですけども、初回にいきなり、バーヘーゲンの立ち上がりシュート、カーンセーフティーバントやんか、緊張走るやんか、でもなんやかんやで0点スタート。で今日の試合不思議なのが、1回、2回、3回、4回と、なんかね、各イニングの先頭が塁に出るけどホームに帰ってこない、不思議な不思議な重たい試合が続いていきました。はい、でも先制したのはファイターズ、2回の裏レイエス一発かましたね。やっぱ左方向にガーンと彼にしか打てないような放物線を描いたホームランというのが、こうチームを勇気づけるし、彼もどん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 野球リズムが良くなる、そういうことが言えますね。今日結果レイエスは3打猛打賞、おおおおおお、ホームランを打って自分の野球の調子を良くして、どん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 ポイントをピッチャー寄りに置いていって、彼の積極性が、前面に出たバッティングになってくるということだよね。これからも4番任されること多くなるんじゃない、4番とか5番、今日は5番やけども、マルチネスとレイエス、これ相乗効果持ってるんで、一人が調子良くなったら上がってきますよね。この両人の、ポイントゲッターの活躍っていうのは、これファイターズにはすごく重要なポイントですよ。あ、結果言ってませんでしたね。今日は3対2、逆転に次ぐ再逆転でファイターズの勝利となってるんですよ。今その試合をお届けしています。で、1点先制、レイエスのホームランがあって、で4回の表に、ソフトバンクがなんやかんや塁にランナーを出し、タイムリーで同点、そして内野ゴロの間に逆転と、なんかね、昨日からクロスゲームロースコアで続いてるけども、まあでも試合の展開で言うと、この野球中盤で終盤に向けて何が起きるかわからない、これはみんな感じてた部分やと思います。そしてピッチャーがファイターズはバーヘーゲンが5回投げて73球、4安打、3つの三振、3つのフォアボールと、ほんで失点に、まあそこそこかな、ビシビシ抑えてたわけじゃないんだけども、はい、なんやかんやホームベースは踏ませないぞというような粘りの投球がそこにあったと思います。次の登板が楽しみですね。今日は相当緊張あったと思うけども、はい、次の登板からはバーヘーゲンらしい投球、あ、こういうことを以前ファイターズにいた時から比べて、アメリカに行ってショートイニングリリーフであれだけ大活躍して、もう一度先発ピッチャーでファイターズに帰ってきた、あ、そういうことなんですねっていうような投球ピッチングが見たいですな。でその後受け継いで、バトンを受け継いだのが生田目、1回3分の2、昨日のあの延長12回でブルペン陣で唯一マウンドに上がってなかったのは生田目、元気でしたよ。元気な投球見せてくれて、イニングまたいで、で2アウトから宮西が出てきて、ランナー抱えてきたところ、ビシッとホールドつけてあげたかったね。ホールドつけてあげたかったけども、まあ、ビハインドのゲームでも、その一つのアウトで、形勢が逆転する、そういう試合を作ってくれる、それができるのが宮西ですよ。ほんでね、8回のマウンドにね、山本拓実上がりました。昨日に続いて。で、なんやかんやヒットを打たれて満塁となってしまった。でも、2アウト満塁からの海野に対するあの3球三振は、火吹いてたね。自ら作ってしまったピンチだけども、3アウト目の取り方で、チームが活気づく、球場全体がグッと盛り上がるっていうのは、このアウトで皆さん感じてくれたんじゃないかな。満塁でピンチを作ったのに三振を取って、ベンチに帰った時にはもうナイスピッチングって言われるからね。でその後8回の裏に来たやんか、来たやんか、8回の裏の先頭清宮幸太郎、フライアウト、ファールフライやね、海野が取ってアウト。ほんで次のバッターマルチネスに代わって郡司を、なんか今日マルチネス三振で、なんか元気ないように映ったんかな。ほんで郡司が出てきて、まさかのすっぽ抜けのボールでデッドボール、こっからダイソー磯畑来ました。一気に、ホークスの野球がギューッと窮屈になるんですよ。それだけのプレッシャーを持っている、磯畑が、まあ牽制受けるのはランナーと思いがちですけども、磯畑からもうバッテリーに牽制送る送る。その磯畑のプレッシャーっつったら普通じゃないね。なので、レイエスにも、相手ピッチャー、津森か、
ボールが手につかず、コントロールままならず、ほんでフォアボールを選ぶと、こっからやんか、ドラマチック。石井一成、昨日のね、前の日の試合のホームランで、彼、ガッツポーズ出たでしょ、吠えてたでしょ、そういう野球見たかった、もうこれ数年前からずっと言ってた。それが自然と出てきた石井一成が、ここでもタイムリー、同点タイムリーやんか。ベンチもほぼほぼ全員思って出てきてたんちゃう？あんまり出てきたら審判に怒られるでいうぐらいの、突っ込み入れたいぐらいの、大盛り上げの同点。で、その後、ツーアウトとなって、上川畑やね。僕ね、上川畑のバッティングは、相手のバッテリー、相手のチームの心を折るバッティングって僕よく言うんだけども、詰まりながらでもレフトの前にガシャーンとかあるやんか。じゃない、今回はもう追い込まれた後のセンターにガチン逆転タイムリー。はぁ、昨日の悔しさ、ここで晴らした。というような、逆転された試合を再度逆転でリードするというね、9回の表の田中正義のピッチング、ね、いきなり先頭シュートフォアボールですわ、シュートフォアボール、これ磯畑と一緒でファイターズもぐっと野手陣たちにプレッシャーかかる、でそっから、今宮がライト前のヒット、ノーアウト一塁二塁、ここで送りバントされたらピッチャーはものすごいや、でもこのカードを栗原絶好調でしょ、ヒッティングさせてレフトフライ。このアウトめちゃくちゃ大きかったね。バッテリーにとってはすごく楽になるところ。そして、栗原がアウトになって焦ったのか、代打吉田の時に、シュート、三盗を試みる。今日ね、内野安打で塁に出て、ほんでセカンドに盗塁するシーンたくさんあった。で、伏見も、もう走られっぱなしで腹立ってたよね。きっちりマークしてたもん。三盗、伏見の嗅覚とナイススローイングコントロールでタッチアウト。もうこれでゲームありじゃないかなと思うぐらいダメージが大きいシュートの盗塁アウトっていうことやったな。ストライク立っちゃうてやんか。まあ逆にソフトバンク側からすると、シュートのあれは暴走やね。なんか、せっかく同点期、もしかしたら逆転もあるかと思って見ていて、田中正義が言うたらアップアップだったんですよ。そのアップアップを、野球の流れって不思議やね。シュートが横を変えてサードに進んだところを、トライがパチッと止めて、で、最後、めちゃくちゃおもろい曲芸キャッチングがあったの。見た？みんな。最後のバッター、代打の吉田健吾やんか。追い込んでからのファールチップ。タッ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 。大道芸やってんのかな、また。ルールが変わったよね、数年前にね。ファールチップでパターンと完全キャッチにストライク。それ以外パン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 でミットに収まらなかったら俺ファールだったんですよ。でもルールが変わって地面につく前にパンパンパンお手玉しても最後それを取ったら空振り認められるんですよ。それで伏見がもうなんかボールが怖いなったけど最後実況のねガオラの土井雄平さん神の右手言うてたで。ああ大げさやけども願ったやんか。そのトライのナイス右手で今日は勝利を掴み取ったっていうことやね。さあ日曜日の試合、どちらが勝ち越すんですか？ラバーマッチ。期待してます。前向きに。